産後秘書とは、源氏物語の注釈書である。1397年の成立とされる。四辻吉成著。全一巻、古中の集大成に位置づけられる、源氏物語の注釈書、川海省の秘設書、秘伝書にあたるものであり、川海省で中を省略した秘設を33条、集めたものである。川海省にはしばしば、施設あり、 別に記す等の記述があったため、水原賞に対する、現中裁秘書や、課長余剰に対する、源の御秘決のように、四つ辻吉成による区伝や、文書の形で表された、秘伝書の存在が可能性としては考えられていた。またそのような、秘伝書に記してあるなどとする事柄を伝えたとする、文書もいくつかは存在したものの内容的に、信頼できるものではなく、 怪しげな施設を超えるものではなかった。そのような中で、本書は、文字通りの、秘伝として、室町時代以降の源氏学を担ってきた、三条西家に伝えられてきたためその存在が知られる、ことはなかった。しかしながら1930年頃に、当時の三条西家の当主であった、三条西君政が、その存在を、東京帝国大学文学部での同級生であった、 国文学者の池田機関に教え、池田が詳細な調査を行いその調査結果を学術論文にまとめ発表したことによって広く知られるようになった。前述の通り三条西サネタカと伝えられる。三条西家が代々寄贈してきた、写本一部のみが存在している。同写本は1949年になって学習院大学に寄贈され、 現在は学習院大学文学部国文学研究室が所蔵している。ありがとうございます。